皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回はフキノトウの苦味成分ペタシンでがん治療というお話です。昨年の9月にこのようなニュースが流れました。こちらのですね、フキノトウにがん増殖抑制成分、岐阜大グループ発見という見出しです。ご覧になった方もいらっしゃると思います。フキノトウは、ご存知のようにですね、春の山菜の一つで、あまり食べる機会はないんですけれども、身近な植物から、抗がん剤の候補が見つかったということで、私自身も驚きました。果たしてですね、このフキノトウの成分はどのようなメカニズムでそのがんを抑制するのでしょうか。今回はですね、報告された研究結果を、新たな抗がん剤開発に向けての期待を込めてですね、紹介したいと思います。昨年2021年にジャーナル・オブ・クリニカル・インベスティゲーションという雑誌に報告された論文です。まずですね、この岐阜大学の研究チームは、植物から抽出された様々な成分の中からミトコンドリアの呼吸鎖複合体 ETCC1 をですね、阻害する物質を探しました。その結果ですね、日本原産植物のフキノトウにですね、多く含まれているペタシンという天然の化合物が、既存の化合物の1700倍以上高い活性でこの ETCC1 を阻害するということを発見しました。このですね、この ETCC1 というのはですね、細胞が増殖する時のグルコースやですね、グルタミンなど栄養素の取り込みに重要な役割を果たしているタンパクです。ですから、この ETCC1 を阻害すると、栄養素の取り込みができなくなって、特にですね、活発に増殖分裂を繰り返しているがん細胞は、エネルギーがですね、枯渇して死んでしまうというわけなんですね。で、正常細胞にももちろんその ETCC1 は存在しているんですけども、これを阻害しても生存に必要な代謝物が確保できるために、死なないということなんです。実験の結果ですね、このペタシンは乳がん、胃がん、大腸がん、膵臓がん、膀胱がん、前立腺がん、悪性黒色腫、肉腫、白血病などですね、幅広い種類のがん細胞に対して非常に強いですね、抗がん作用を示したということです。で、一方で正常細胞にはですね、ほとんど影響を与えなかったということです。こちらがですね、代表的な動物実験の結果になりますけれども、ペタシンの投与によって、このようにですね、これは神経芽腫という腫瘍の成長がこのように抑えられたということですね。またこちらはですね、乳がんの肺転移のモデルですけれども、ペタシンによってこの肺への転移が抑制されたということです。こちらは悪性黒色腫のモデルなんですけれども、このようにですね、これはペタシンを投与していないグループで、こちらがペタシンを投与したグループですね。でこのようにペタシンは強力にですね、肺への転移を抑制したということです。以上の結果から、このペタシンはですね、がんのエネルギー代謝を標的とする新しいがんの増殖転移を阻害する薬として有望と考えられます。ではですね、ちょっと単純に考えると、このフキノトウをたくさん食べるとがんが小さくなる可能性があるんでしょうか。これについてはまだですね、臨床試験や観察研究などがありませんので、現時点ではわからないとしか言いようがないんですけども、少なくともですね、このフキノトウを食べるだけでは十分な量のペタシンが取れない可能性が高いというふうに考えられます。で、より現実的にはですね、ペタシンを使った新しい抗がん剤の開発を待ちたいと思います。従来の抗がん剤の多くは、正常細胞へもダメージを与えてしまって、副作用が多いことが問題となっていました。ところが、このペタシンはですね、正常細胞へのダメージは少ないということで、副作用が軽いのではないかというふうに考えられています。ただまだですね、動物実験の段階ですので、抗がん剤として人に使えるようにするためには、臨床試験も含めてまだまだですね、多くの研究課題が残されています。そこでですね、岐阜大学のこの平島先生をはじめとする研究チームは、ペタシンを使った抗がん剤を開発するためにですね、今年の3月に今クラウドファンディングを実施して研究資金を募って、そしてプロジェクトが達成されました。
まあ、研究の計画によるとですね、まずその化合物の最適化を行って、近い将来ですね、人に使えるような抗がん剤の開発を目指すということで、非常に期待したいというふうに思います。はい、というわけで今回はフキノトウの苦味成分でがん治療というお話でした。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題についてエビデンスも交えて分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、取り上げてほしい話題がありましたら、コメント欄で教えてください。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。またブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。